部長、もう一度俺と試合してもらえないですか。今は目の前の試合のことだけ考えろ。すぐにやってほしいんだけど。借りを早めに返したいんですよ。何を焦ってる。俺には時間がないんすよ。どういう意味だ。後で聞く。早く着替えて集合しろ。来週から始まる関東大会、その組み合わせが決まった。1回戦の相手は氷堤学園。あっちゃー、初っ端いきなり事実上の決勝戦ってことだね。去年は負けちまったけど今年は絶対勝つ。シェイ、関東大会のレギュラーを発表する。手塚国光、大石俊一郎、藤修介、はい、菊丸英二、はい、川村隆、あ、乾貞治、はい、海道薫、はい、最後に越前龍馬。桃城、捻挫は完治してるのにまだお前はそれをかばってる。本来の実力が発揮されてない。はい部長、俺関東大会出れないんで変えてもらった方がいいんすけど。何？ワールドユースの代表合宿があるんで、今度の日曜にアメリカに帰るんすよ。え、じゃあ関東大会は。だからレギュラーは桃先輩に。お前何言ってんだ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ。やめろ。お前正確レギュラーチャンスを何だと思ってんだよ。冗談じゃねえぞ、ボケ野郎。おい桃、ほっとけ。去る者は追わなくていい。お前ら相変わらず青春ごっこ学園してんじゃん。日垣さん。そうだよ、日垣さんだな。いい土産持ってきてやったぜ。ほら、誰にしよっかな。え、やばい、みんな危ない。よし、君だ、君だ。危険だ、これ。おい、帰るよ。待って、大丈夫か。おい、やろう。おい、待って、帰る。やめろ、やめろ。久しぶり、手塚。誰ですか、あいつ。もともと声楽にいた俺なんて1個目の先輩だよ。暴力事件で退学になって、確か南米テニス留学したって。なんでここに。
どいつだ侍南次郎の息子は関東大会出る前に遊んでやる前出ろあのさ越前部外者と無断で試合をすることは許さないこの間手塚と試合して負けたチビじゃん試合たまたま見ちまったんだてめえらのくだらねえ試合をな青臭いmate yo Echizen Ryoma, oboete oke yo. Ozo. Kyōtei Gakuen, Egatema Cloud Higaki. Kyōtei. Kaette kure.試合は絶対にさせない。悩んでるのか先生龍馬がアメリカ行っちゃうなんてねいいの来る者は拒まず去る者は追わずですから自分で決めたことならしょうがないかThank you.
いよいよだな。桃城の野郎、結局来ねえ。おちびもね。行くぞ。おしてください。待ちくたびれたぜ、手塚。悪いが全国へ行かせてもらう。